にちは、大井です。本日はヘブンズベルを紹介します。山口球場さんで作ったヘブンズベルですけど、2つオリンがこう重なってまして、音程が違います。また叩いて中に石が3つ入ってますので、このようにシズル効果が出ます。またここに約2ミリぐらいの隙間がありますので、上を叩くと